まず、その、親が望む自分でない、その、親の意見を聞くということも大事ですけれども、自分が何をやりたいのか、自分が何を求めているのか、自分が何に興味があるのか、ということをじっくり考えてほしい。そして、まあ、成功ということが先にあるのではなく、やはり、地道にいろんなことを積み重ねて、いろんな実験をしながら、まあ、医科学の分野では、研究を繰り返す、再現性を得る。 その上で一つの成果というものが得られるので、まあそういう辛抱強さを持ちながら自分の心の声に向き合いながら何か一つの目標に向かって頑張るという、まあそういう基本的な姿勢がとても大事なんじゃないかなというふうに思います。